ドジャースはプレーオフで勝利を手にするため大型補強を敢行し、2024年はリーグ戦では無双状態でした。しかしここに来てムーキー・ベッツや山本由伸などチームの主力選手に故障者が続出し、盤石だった体制に歪みが生じています。ドジャースは後半戦のため資金力を生かした戦力強化を目指し、トレードのための活動を活発的に行っているようです。トレード期限までにさらなる補強を敢行し、再び盤石の強さを手に入れ、圧倒的な力を見せつけることができるのでしょうか。圧倒的な強さを誇ったドジャースに突然の激震が。ドジャースの次なる狙いは誰だ。2024年、大谷選手と山本投手を莫大な資金を使って補強したドジャース。他にもシーズン開幕前にはタイラー・グラスノー投手やテオスカー・ヘルナンデス選手などを補強しました。すでにムーキー・ベッツ選手やフレディ・フリーマン選手などのスター選手を揃えて、ナ・リーグ西地区で圧倒的な強さを見せていたドジャース。加えて2024年シーズンはさらなる大型補強を敢行したことで、強さにより拍車がかかったのです。当然、リーグ戦では開幕から首位をひた走り、前半戦の時点ですでにプレーオフの戦いに関する話が出るほど、ただ順調そのものだったドジャースに激震が走ったのが6月中旬のことでした。まず6月16日の試合に先発していた山本投手が、2回を投げ切ったところで突如として緊急降板。日本のファンが状態を心配する中、後日精密検査を受けたところ、右肩腱板損傷と発表されていた。山本投手自身は降板直後のインタビューで、そんなに長くなる感覚ではないと話していましたが、ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、2週間は投げない、その後肩の状態を確認して問題がなければ投球を再開することになるというように、長期離脱となることを明言しました。さらに7月4日の時点で山本投手の状態について聞かれたロバーツ監督は、由伸はプライオボールを使っているので、多分来週後半にボールを触ってキャッチボールをするというプランだと思う。来週後半というのはどの日かはわからないけれど、木曜、金曜、土曜くらい、彼は腕を動かしていて強化する何かをやっている。だから来週後半にキャッチボールがスタートすることを願っていると、まだまだ復帰には時間がかかることを示唆していました。正直、かなり心配な怪我であることは間違いないので、山本投手には焦らずリハビリに努めてほしいですよね。またドジャースにとって山本投手の離脱と同じく大きな痛手となった出来事が、山本投手が降板した後の試合で起こりました。7回の攻撃でドジャースは大谷選手の前を開幕から打っていて、絶好調だったベッツ選手に打順が回ります。すると相手投手が投じたボールはベッツ選手の左手をもろに直撃。死球を受けたベッツ選手はあまりの痛みに悶絶し、大谷選手も心配そうな表情を浮かべていました。結局そのまま途中交代となったベッツ選手。試合後にロバーツ監督は、骨折だった、復帰時期はわからない、左手だ、手術はないというようにベッツ選手の状態を説明し、山本投手と同じく長期離脱が決定してしまったのです。2人の主力が怪我をしてしまったドジャース。さらに他にもホームランを打つことができるマックス・マンシー選手、ブルペンを支えるジョー・ケリー投手やトミー・ジョン手術から復帰したばかりのウォーカー・ビューラー投手などが相次いで故障者リスト入りしています。豊富な戦力を誇るドジャースでも、これほどの怪我人の多さにはさすがに心配になるでしょう。それでも勝ちを重ねているのはさすがとしか言いようがありません。そして今後のシーズンをより万全に進めるために、ドジャースはさらなる補強を狙っているようです。ドジャースの弱点を補う外野手、注目の補強候補は、アメリカのスポーツメディアジ・アスレチックは6月中旬に7月末のトレード期限へ向けた各チームの動きについて予想する記事を掲載しました。同メディアはドジャースがターゲットとするポジションとして外野とブルペンを挙げたのです。理由としては、トップヘビーなチーム、打線における上位5人、ムーキー・ベッツ、翔平・大谷、フレディ・フリーマン、ウィル・スミス、テオスカー・フェルナンデスは
全員オールスターチーム入りが期待されるほど。しかし下位打線は期待外れだと指摘した上で、特に外野手をもう一人加え強化を図ることが必要、そして他のほとんどのチームと同様にブルペン陣の強化を目指すべきというように分析していました。そして具体的な外野手の獲得候補として同メディアはホワイトソックスのルイス・ロベルト・ジュニア選手、オリオールズのセドリック・マリンズ選手、エンゼルスのテイラー・ウォード選手などを候補に挙げました。候補の中で特に注目を集めているのがルイス・ロベルト・ジュニア選手です。2023年は38本塁打を放ち、大谷選手とタイトルを争ったことで知っている人も多いのではないでしょうか。そんなルイス・ロベルト・ジュニア選手ですが、ナ・リーグ東地区で好調をキープしているフィリーズも獲得を目指すとされています。フィリーズとの争奪戦に発展する可能性がある中で、過去にトレードを成立させるなどホワイトソックスとフィリーズの関係が良好であることから、フィリーズ本命、ドジャース劣勢を唱えるメディアもあるようです。 ESPN が指摘するドジャースの弱点とは、フリードマン編成本部長、レイズとの交渉に注目。続いてアメリカのスポーツ専門局 ESPN は6月の終わりにと題して、優勝候補の補強リストと題した記事を公開。トレード市場に関して敏腕記者のジェフ・パッサン氏が予想を展開しました。パッサン記者はドジャースに関して、先ほどの記事と同じく弱点は外野と指摘したのです。そして補強候補としてレイズに所属するランディ・アロザレーナ選手を指名。アロザレーナ選手といえば、2023年3月のワールドベースボールクラシックにメキシコ代表として出場、準決勝の日本戦では攻守で存在感を発揮し、特にファインプレーなどの後で披露した腕組みポーズは日本のファンにも印象深いはずです。ただ2024年のアロザレーナ選手はここまで打率1割9分1厘、出塁率304、長打率348とキャリアを通じて最悪のシーズンを送っています。パッサン記者はアロザレーナ選手の不調を知った上で、ドジャースに対して、リスクはあるがアロザレーナを獲得し、ベッツ、大谷、フレディ・フリーマン、ウィル・スミス、テオスカーというラインナップに加えれば彼の魅力はまた引き出されるだろうというように、プレーする環境を変えることで復活する可能性が高いと訴えたのです。またアロザレーナ選手に関しては、レイズもトレードに前向きな姿勢を見せているとのこと。さらにドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長はかつてレイズのゼネラルマネージャーを務めていました。なのでレイズからグラスノー投手を獲得した時と同じように、フルスとの交渉はスムーズに進む可能性があると指摘しました。他にも6月終わりにドジャース専門メディアインサイド・ザ・ドジャースは気になる記事を公開。記事の中ではブルージェイズのショートを務めるボー・ビシェット選手がドジャースに加入する可能性を報じていました。2024年はチームとして苦しんでいることから売り手に回ることも予想されているブルージェイズ。しかしながらブルージェイズのロス・アトキンスゼネラルマネージャーはチームの勝利に集中していると語り、主力選手の流出を否定しました。ただビシェット選手自身はインタビューを受けた際に、トレード期限までに移籍したら驚くという質問に対して、いや全く驚かないと答えたのでした。すると対談を否定しなかったビシェットのコメントをアメリカメディアが一斉に報道。インサイド・ザ・ドジャースでもアトキンスゼネラルマネージャーはビシェットを移籍させないと公言しているが、奇妙な出来事が起きている。適切なオファーが提示されるならトロントは難しい決断を下すだろう。チームの将来を担うと思われている選手と決別するかもしれないというように、ビシェット選手のドジャース入りを期待しています。ここまで野手の獲得候補について見てきましたが、山本投手やビューラー投手が離脱した先発陣の補強も噂されているドジャース。菊池雄星、ドジャース移籍の噂、大谷との共演なるか。先発陣の補強候補として現地メディアが挙げているのが、ホワイトソックスでブレイクを果たした左腕ギャレット・クロシェ投手です。まだ25歳になったばかりと若いクロシェ投手について、
メジャーリーグ公式サイト MLB.com は現在の市場で唯一ドジャースの基準を満たせる先発の柱を担える投手と高い評価を送っているのです。そしてドジャースが獲得に動くかは分かりませんが、ブルージェイズに所属する菊池雄星投手もトレード候補に上がっている一人です。 USA Today の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏は、菊池選手がブルージェイズのトレードリストに入っているとのこと。もしドジャースに移籍するようなことがあれば、花巻東高校の後輩である大谷選手とのコンビが見られることになります。正直見てみたいところですが、今のところは他の球団へのトレードの噂が多く上がっている状況です。このように様々なトレードの噂が上がっているドジャース。しかしながら、野球解説者を務める殿堂入り投手のジョン・スモルツ氏は、南リーグ西地区のいずれかのチームが絶好調にならない限り、ドジャースが地区優勝をするのは間違いないでしょう。なので今は状況を静観して、必要な選手だけ取れるという状況にある。必死に補強に動く必要はない、というようにドジャースの今後について指摘したのです。またロバーツ監督も投手については、新たな戦力は必要ないと、現有戦力で回せるだろうとコメント。加えてブランドン・ゴメスゼネラルマネージャーもチームのプランに大きな変化はないと語っています。ただネット上では、どちらかというと補強を推奨する声が多く上がっていて、先発は多い方がいいはず、中4日にこだわる必要はない、6日で回した方が長い期間戦えるはず、年40回投げるか30回では疲労度も違うはず、ブルペンデーもいらなくなる、まして来年は大谷も投げれば、1週間に1回投げれば良いのだから、カーショーも投げられない、ミラーも使えない、1ヶ月しか期間もない、保険のつもりで探すべき、今なら大谷と一緒ならと来るはず。ドジャースの最大の弱点は下位打線です。2割にも満たない選手が並んでて、大谷翔平の前にランナーが出ません。エンゼルス時代のようです。若手を起用するか、トレードで補強する必要がありますね。また、中継ぎ投手陣も疲れからか打たれ始めていますね。故障者も多い今、ワールドシリーズ制覇に向けて、テコ入れが必要でしょう、といった意見が上がっていました。個人的にはやはり先発が足りていないと思うので、補強してほしいところですが、皆さんはどう思いますか？圧倒的な強さを誇りながら、怪我人が続出しているドジャース。7月末までのトレード期限で派手な動きを見せるのか、それとも静かな夏を過ごすのか、いずれにしても大谷選手が初のワールドシリーズ制覇を果たすためにも、ドジャースには最善策を取ってもらいたいですね。ドジャースに報じられるトレードの噂について、感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。また、この動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタン、通知オンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。